早速、チワワのフーさんと挨拶を交わすミルキーくん。犬の秘密基地なん、始まるよ。ミニピン&シーズー、どうも、犬の秘密基地です。ミニピンのベリタスちゃんとシーズーのアンちゃんが仲良く合流です。いつもの場所からおはこうぎの長くも来ています。ふうさんが気になる長くん。早速ベリタスちゃんにはおやつをあげます。ポロリとちょっと落ちちゃいましたけども、長くんが隣からニュッと出てきます。そしてトイプードルのチャッタローくんと今日初めて来ましたポメラニアンのミルキーくんが合流です。チャタロウくんはいつもながらマイペースですけど、ミルキーくん初めてなのでちょっと緊張気味でしょうか。そんなミルキーくんのところへみんな来てますけど、ミルキーくんもちょっと尻尾フリフリで乗ってきましたかね。早速チワワのフーさんと挨拶を交わすミルキーくん。意外と軽めな挨拶で終わったようですね。長くんもちょっと乗ってきたようです。一人まったりしていたアンくんの隣へチャッタローくんがちゃっかり隣に来ています。ミルキーくんもちょっとずつ慣れてきたのか、みんなと交流しています。アンくんはちょっと背伸びして、ミルキーくんはだいぶ慣れてきたような様子ですかね。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私フーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。